ラグラシオーサ島は、アフリカ大陸沖合の北、大西洋に浮かぶカナリア諸島の火山島。スペインカナリア諸島州ラスパルマス県に属する。東名はスペイン語で、優雅なという意味を持つ。2013年の人口は681人。うち679人が、中心地のカレータでセボに住む。ランサローテ島の2キロメートル北にあり、 ランサローテ島やアレグランサ島などとともに、チニホ群島を構成する。ランサローテ島との間は、エルリオ海峡と呼ばれている。地学的には、カナリアホットスポットの一部であり、チニホ自然公園の一部でもある。アレグランサ島などとともに、ランサローテ島にある手セの自治体域に含まれる。島内には2つの集落があり、 ランサローテ島に最も近い島の南東端に枯れたデルセボの集落が夏季専用滞在地として島の東端にペドロ・バルバの別荘地がある。ラ・グラシオ・サ島は極度に乾燥しており赤茶色の土壌とわずかな茂みで構成されている。長さは約8キロメートル、幅は約4キロメートルであり、面積は29平方キロメートルである。島内に 自然の水源はなく、2001年からは、ランサローテ島から脱塩した水が、直接、パイプ輸送されている。島内には、いくつかの孤立した山がある。最高峰は、標高266メートルのアグハスグランデスであり、2番目に、高い山は、標高228メートルのアグハスチカスである。島の南西端にあるコシイナ海岸はよく知られている。カレータ。 デルセボから北西端まで島を横断し5 2トルの距離にはコンチャス海岸がある。ランサローテ島から撮影したら暮らしを砂糖のパノラマ写真から得たデルセボの港人口は約700人であり、主要な産業は観光業と漁業である。穏やかな気候と砂浜が形成された火山海岸のために毎年多くの観光客が集まる。学校、 文化会館、郵便局、スーパー、診療所、薬局、バンキアの支店があるが、バンキアの支店は2013年9月に閉鎖されかけた。さらには、港、ビーチ、バルケンレストラン、広場がある。ラ・グラシオーサ等の通りや道路は、未舗送路である。自動車の乗り入れは固く禁じられており、特別な目的のために許可された、数台に制限されている。 ランサローテ島北端のオルソーラからラグラシオーサシマ行きのフェリーが出ており、約35分で到着する。カレータ、デルセボの西端にあるサラード海岸には、キャンプ場がある。ありがとうございます。